先進実践学館学館館長の川端俊吾です、えー、と画面の向こうにいらっしゃる、えーま、学館への進学を考えておられる社会人の皆さんはじめまして、えー、と今日これからです、ねえーま、座談会という形で、えー、お二人の方とです、ね、私含めて3人で、えーまえーま、ちょっとです、ね、こう大学院進学のための気持ちが盛り上がるような そういう時間にしたいというふうに思ってます。えっ、ー、とまあ私自身は教育学部の教員です。で専門は地球科学の教員研究者ということになります。えっとでですねこれからあの座談会を行います。私と一緒に参加してくださる2名の方を紹介します。まず初めに先進実践学科の第1期生で 現在修士2年生の現役社会人大学院生の篠崎直子さんですえっ、ー、と篠崎さんは理工系の大学を卒業された後中学高校の数学の教員として勤めた後現在はフリーのアナウンサーとしてご活躍されているま社会人の方です、えー、篠崎さんどうぞよろしくお願いします はいよろしくお願いいたします先進実践学館修士2年に在籍しております社会人大学院生の篠崎直子ですはい、えー、もう一方はですねその篠崎さんの現在の指導教員でいらっしゃる、えー、教育学部に所属されている茨城貴則先生です茨城先生よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたします えっと私も川津先生と同じであの教育学部に所属しております、えー、茨城と申します。えー、専門はです、ね、あの数学になっておりまして、まあ、本当にあのゴリゴリの数学です。で数学、いろんな分野あるんですけども、まあ、大きく言うと、解析学という分野を研究しています。えーまあ、イメージとしてはあの高校で習う微分積分の延長にあるような、そういうような感じのお話となります。 えーはい、大学院は先進実施の担当という形で、えーと、今、下崎さんと一緒に研究を続けてしているところです、よろしくお願いいたします、はいえー、茨城先生もあれですよね、一度社会人を経験されてから大学院に進学された、それでよろしいですよねあのよねくご存じですね、はいあの、ちょっとあれなんですけど、私は修士を出た後に行った民間企業に2年間働いて、それで会社を辞めて博士課程にあの入り直したという形です。はい えーとはい、ありがとうございますで,あの今日ですね、えー、これから、まあ、大いなる雑談をしたいという,ういので、<laughs> よろしくお願いします。えー、っとこの画面の向こうには、ですね進学を考えている社会人の方がいますので、えーまあ、あのお2人はちょうどその社会人を経験されているということで、まあ、非常にいい,い,い話し相手になるかなというふうに思ってます。 はいでですね、えー、とまず初めなんですけれども、その社会人の皆さんの興味のあるところとして、ですね現在、そのフリーアナウンサーとしてご活躍されている篠崎さんが、その社会人でありながら、大学院に進学をするきっかけとなった、何かその、まあ、動機であったり、その理由みたいなところをじ、ね、め、伺ってみたいですけれども。 なな、えー、なぜぜはい、えー、そうですね、私は先ほどご紹介いただいたように、えー、大学の数学科を卒業して、その後に中高一貫校の数学の教師をしながら、まあ、アナウンサーとして活動していました。で、えー、教員を辞めてアナウンサーに専念していたんですけれども、やっぱり数学をやっていたということで、こう数学とか理系の。 番組のアシスタントですとか、そういった仕事が増えてきました。で、その仕事をする中で、やっぱ数学を伝えるっていうことがどういうことなのかっていうのを、もう一度こう、しっかり考えたいなっていう思いが芽生えてきまして、で、大学院っていう場所でもう一度勉強し直してみたいっていう思いはずっとあったんですけれども、なかなかきっかけをつかめずにいたというところが正直なところです。うん えーとその数学をもう少しそのどういうふうにです、ね、こう伝えたいとかどういうところにその何か問題意識があってというところをもう少しお聞かせいただいていいですか、はいえー、やはりです、ね、数学を伝えるというとま他の教科ですとやっぱりこういろいろ手段が実験であったりとか目で見せたりとかっていう,こう がが持てて伝えるることでできるんですけれども数学を伝えるってなかなかこう皆さんの意識の中でも数学が苦手な方が多かったりしてうまく伝わってないなっていう部分がすごくあの仕事をしながら感じていました。またその伝えるためにその根底にあるどんな数学を伝えてどういったこう力を皆さんにつけていただくために伝えればいいのかっていうところも明確になっていなかったのでそういったところも含めて研究で あのししっっかりとと考えたいと思っていましたいい思てまなるほど、えーまあ、その研究につながる話はまた後ほどお伺いしますけれども、はい、えとその大学院進学をそのしたいと考えてです、ねはい、数ある、はい、他にも大学院あるわけですけれどもなぜ横浜国立大学の先進実践学科修士課程を選ばれたんですか、はい はい。えー、それはですね、あの、私が研究したかったことが、数学そのものではないわけですね。数学のすごい、あの、いろんな分野を研究したいっていうわけではないので、じゃあ、理学部とかそういうところではないなと思っていて、じゃあ、あの、サイエンスコミュニケーションというのがあるんですけれども、サイエンスコミュニケーションになってしまうと、数学に特化できないので、あそこも違うなと思って。で、じゃあ、教育学部っていうと、いや、でも別にその、 子供たちの教育だけに特化したことを研究したいわけではなくて、もうどこに行けばいいか正直わからなかったっていうのがずっと長い間続いていましたで。そんな時にこちらの先進実践学館というのが分離融合で異分野融合っていうことをもう提唱していたのであ、まさにもうここしかないと思って入学を決めました。うん えー、そんなモチベーションを持っている篠崎さんですけれども、えー、ゴリゴリの数学者である茨城先生が、なんとはねどういうふうにして出会われたんでしょう。<laughs> はい、あの指導教官の方をき教員の方を決める際に、あの全部その指導され。 方の教員のホームページですと方のホームページですとか、そういったところをいろいろ見させていただいて、であの茨城先生がこう書いていらっしゃったことがちょっとピンときてあ、ぜひこの先生に指導していただきたいと思って決めました茨城先生、えー、茨城先生は篠崎さんから何かこうアプローチを受けて、その指導教員になるという、そういうことになったんでしょうかあ、まあ、そうかそですね、まあ、あのなんていうか。 もともと、女神先生のお知り合いということもあって、ああそういう形でこういうふうにこう先進にしてに興味を持っている学生がいるよという話は聞いていて、その中であのリストを見てあの調べていただいたみたいで、それで、そうですね、こういう研究がしたいんだけどという形のコンタクトを受けてという形になります。うん、まあ,あとは、私もゴリゴリの数学と言いましたけど、実際研究はそうなんですけども、今、教育学部に所属しているので、ほとんど自分の専門事業とか、 研究でで教えたこととは一度もあのほとんどないですねやっぱりどうしても、あのそういう意味だと、たぶんそらくいろんな私のホームページにも卒論のリストとか載せてるんですけども、まあ、そういうのはやはりあの数学教育みたいな関係のことをやっていますので、まあ、おそらくそういうところにも見て、単なるごリゴリの数学じゃないと思ってもったんじゃないかなというふうには思います、うんえー、まず初めに篠崎さん、なんて言ってし、えー、茨城先生にアプローチをしたんですか。 はい。あの、こういったま、まあ、私の、まあ、その時は、研究はしたいと思っていたんですけれども、やっぱり、あの、思いが漠然としていたので、なんか自分が、こう、思っていることとか、問題に思っていることが、どう研究につながるかっていうところが、はっきりわかりませんでした。なので、まあ、思っていることを、こう、漠然と、こう、伝え、茨城先生に伝えたら、あの、 最初の研究段階はもうそれでよくてそれがだんだんこう形にしていって結論まで持っていくのがその研究なんだよっていうのをおっしゃっていただいてであのすごく私も気が楽になりましたしあこの先生に指導していただきたいなと思いました。うん、さあそうやってですね、まあ、あの2021年の4月に先進実践学館 まあ新しい大学院、まあ、私たちスタートしたんですけれども、その第1期生にまあなられましたね。はい、何か不安とかありませんでした新しい大学院なので、前例がないですよね、はい、そうですね、まあ、正直あの、どうやって授業を取っていいのかっていうところからまず、全くわからなくて、でまあ、先輩というのもいないので、本当に手探り状態だったっていうのが正直なところです。だてただあのなんでしょうその オンデマンドとかオンラインの授業も充実していたのであの仕事との授業の両立取る分の両立っていうのはすごくそんなに問題なくできましたしまたまあ,あのいろんなこう先生方に情報を聞いたりできるのでそのあたりであのなんとか <laughs> ここまで来たという感じです。 今あの授業の話が出たんですけども、はい、大学院ではどのような授業、まあ、講義になるんですかね講義とか演習とかあるかと思いますけど、はい、どのような授業を取られてるんでしょう1年生の時にもほとんど授業を取ってしまったんですけれどもやっぱりあの理系のものが興味深かったので。 大学時代に学べなかったグラフ理論系のものを取ったりですとか、あとは茨城先生が担当されている社会の中の数理という科目、それからですね、文系の科目では、経済学的な、経済学系の論文を読んだりする科目ですとか、それからのプレレキジット科目と言い,いまして、学部のにある科目を取ることができる 制度がありましたので、それで算数か教育法というのを取りました。茨城先生あの、茨城先生の授業の中で、こう、あの。まあ、茨城先生の授業を取るのは、あまあ、当然かなと思うんですけど。<laughs> 例えば、茨城先生と相談しながら、あの、こういう科目取った方がいいよとかっていうこともあったんですか。そうですね。あの。 そそれこそ私も初めてであの、やっぱ科目群が多岐にわたっていますので、本当、ある意味、全研究科の授業が取れるようなこう感じでし,でしたので、まあ、どれを取るかっていうのもなかなか難しいところで、まあえー、と内容もそうなんですけども、やはり社会人院ということで、なかなか対面だとすると、その、 まあ、なかなか難しい、特にあのフリーの活動されているので、やっぱ突発で仕事が入ったりということがあったりするので、まあ、できればそのオンデマンドとかの他やはり取りやすいねという話で、まああの、いっぱいある中、迷うんだったら、じゃあ取りやすい、あの自分のつけ字に合う形で取ってみたらという形で、その中から、じゃあ、興味あるのがどれかなというような形のえ授業のこう相談とかしましたね。うんあのーまあ、授業は まあ、そ,うそうやってあのオンデマンドとかで、えーまあ、取って、えーまああの仕事をしながら取りやすかったというお話でしたけれども、研究の方はまはあ、ど,どういうふうに進められているんでしょう今あの、研究、どのような内容を、えー、研究、進めておられて、えー、それで、まあ、あのどういうふうに、具体的なテーマに対して、その茨城先生とどのようなやり取りをしているのか、ちょっと興味があります。<laughs> <laughs> ありがとうございます、えっと、研究テーマとしては、Society 5.0時代に求められる数学力の明確化と、その普及におけるメディアの役割というタイトルで研究をしています。でえー、研究の大きな柱というか、3つ打ち立てまして、えー、これからの時代に求められる数学力とは何かというのをまず明確化するで、その後にその数学力を伝えるためのコンテンツを作る、そして最終的に、じゃあそれをメディアを通して伝えると。 というのはどういうことなのか、という感じで、こう3問立てで研究を進めようということになりました。でですね。まあ、まず、数学力の明確化ということで、えー、あの第6期科学技術イノベーション基本計画という内閣府が出しているものがあるんです。けれども、もそちらを読み解きましてで、数学力というのを私の中でまあ。 そこにこういう数学力が必要ですよって書かれているわけではないので先生と相談しながらまずこういった数学力がソサイティ5.0では必要になるんじゃないかということを推定しましたそしてそのじゃあその数学力を一般の市民の方にうまく伝えていくためにはどういった方法がいいのかということで今コンテンツ作りをいくつか進めています今そんな状況ですちなみに これからの時代に必要な数学力って、具体的に何かを挙げていただけると、どんな力でしょう私が特に重点を置いているのが、市民の皆さんに求められる数学力ということで、1、えー、つはです、ね、数学の基盤となる考え方を理解できる力、そしてもう1つが、そのソサイティ5.0時代に提供される情報やシステムを正しく理解して使える力。 この二つが必要になる数学力なのではないかというふうに私は考えていますちょっと先生の意見も聞いてみましょう <laughs> そうですねあのまあ私も教育学部にいてあのいろいろこう学校教育の方には携わっているんですけどもあのやっぱりしっかりあの数学は数学 あの生活は生活って、あの完全に気に離されてるるがすすんですよねだから、実際に、えー、とそんなに斬新的な数学を何か学ばなければいけないということじゃないと私は思っていて、今まで学校教育でやっていたことがちゃんとリンクして、あのこう社会に役立てるような形の伝え方をしなければいけないんじゃないかなというふうには 思いますますあ実際にこうやろうとしていることこの知識、あの知識といっても、あれ、それ高校で習った話じゃん、中学校で習った話じゃんっていう、実際は根本はそこにあると思いますので、まあ、そういうところがあのうまく伝わっていない、そういうのをうまくリンクできたらいいかなというふうには思いますまあそういうその数学力を身につけるための、えっと、うん 身につけるそしてそれをこう,うまく伝えるための、まあ、コンテンツ作りというお話ありましたけども、はいえー、ちょっとなんか具体的にこうイメージちょっとできないんですけれども例えばどんなコンテンツを作るとそういう力をうまく伝えられるっていうことで進められてるんですか はい。まずですね、やっぱりその数学に対して抵抗感がある方とか、数学にあまりこう今まで親しんでこなかった方にも、やっぱりその知らず知らずのうちに、そういった数学の基盤となる考え方を身につけていただくコンテンツを作りたいというふうに考えました。でそのためにちょっと心がけたことというのがありまして、えー、っとですね、なるべくその数学の知識を前提としないことですとか、あとは数学用語ですとか、数式をなるべく使わない。そして、えー、定義や概念を 学校なんかですと先にこう定義とか定理とか教えてからこう問題を解くっていう感じで進むと思うんですけれどもそういった定義とか概念とかをこう先に教えないということそしてまた数学を勉強してるんだよっていうふうになるべく感じさせないようなコンテンツでだけど裏にはその数学の基盤となる考え方が自然に身につくみたいなコンテンツをあの作ろうというふうに 考えましたで、まあこれはいろいろ試行錯誤しながら今作っています。何、はい、ですかねあのゲーム性のあるようなコンテンツとかゲームをやりながら自然と数学の力考え方が身につきますよみたいなそういうイメージちょっと今思ったんですけどはい,いま,す、はい、まさにその通りですね。今1本作ったのがあのが進数の ものなんですけれども、西日本のものなんですけど、最初にその誕生日当てゲームみたいなものから入るわけですね。で、みんなでこうゲームで楽しみながら、あ、なんかこれをやると人の誕生日が当てられるね、みたいな、こう最初楽しむところから入っていただいて、でそこから、でもなんでこのカードから誕生日当てることができるんだろうっていうところから、えっ、ー、と、皆さんがこういろいろ考えて仕組みを自ら発見し、そしてそれをまた別の もの問題でこう試してみて実証していくっていうそんなコンテンツになっています。うん、なんか楽しそうですね。はい、ありがとうございます。えっとまあ今そのそういうコンテンツを作って数学をうまく伝えるはいことができるようにということでしたが、<laughs> はいえっとまあその話の中で。 えとソサエティー5.0時代の、えー、に身につけておくべき数学の力という話がありましたが、はい、のソサエティー5.0をまあ意識しているというのは、まあ、私たち大学院はあのが目標にしているところなんですが篠崎さんがそこをあえて目標にするのは理由があるんですかはい えっと、そのソサイティ5.0時代っていうものが、あの、情報化社会でありな,ありながら、こう、人間としてのあり方も大切にしていきたい社会っていうことで、で、えー、やっぱりまさにこう、分離融合、異分野融合の,あの時代だと思っています。そんな中で、その数学の基盤となる考え方って、一見こう、理系に偏った考え方に見えがちなんですけれども、実はその、 情報化社会を生きる上での力はもちろんそういった人間としての在り方を考える上でいかにこう問題解決をしていくかっていう部分にもこの考え方って実は使えると思っています。なので、えっと、こういったその、まあ、数学を通してなんですけれどもあの基盤となる考え方を伝えることによってソサイティ5.0時代を皆さんがこう生き抜いていけるあの力がつくんじゃないかなというふうに考えています。うんえー、と茨城先生はその そのソサエティー5.0、まあ、これからあの来る近未来社会、超スマート社会ですけれども、まあ、そこにおいて、数学の力っていうのは、とても重要になるというふうにお考えですか。そうですね、はい、やはり え先ほどもあの輔さんが話してたとおりでやっぱ考え方ですかねやっぱどうしても数学というとなんかテストがあってあのきっちりこう何か解かなきゃいけないとかまあ公式があってとかそういうとこじゃなくてやっぱりそういうことができることが数学できるみたいなどうしても受験があるので高校だと高校大学とまあそういうことじゃなくてやっぱり考え方はですね発想 そういううういいいとところが少し大切ななのかなというふうには思います、うん、私もその数学に対してのイメージっていうのはですね私理系でしたけどあんまりなんか得意じゃなかったので、えーまあ、実際はその問題をいかに早く正確に解くかっていうところをあの訓練していきて、まあ、数学っていうのがまあ問題設定とかあも本当は面白いのかもしれないんですけど、まあ、問題がこう無機質な何て言うかな、うん 味気ないとか素っ気ない。その命題を一生懸命頑張って解くというなんか、そこに終始してたような気がするんですね。でまあ、なんか？多分おそらく数学の面白さってそこじゃないんだろうなとは思いながらまあ、いたわけです。けれども、えー、篠崎さんだから、そういうあのもっとこう。数学ってこんな世の中でこういう部分に役に立ってますよ。とか、こういうところで、実はみんな関わっているんですよ。とか。 なんかそういうところをなんかあこう世間の人にこう、えー、まあ知ってもらいたいという、なんかそういうお気持ちがあるんでしょうかねそうですねあの、それはもうまさにその通りで、本当にやっぱりその数学を伝えたいという思いから、この大学院にも入学しましたし、うん、やっぱりその伝える際に、皆さんが思っているその学校で習う数学のイメージだけではない数学の世界っていうものが、あのこの世界、世の中にはあるんだよっていうことも含めて、 はい、伝えたいなというふうに思いました。またなんかその私の周辺で、実は数学好きだったんだけど、苦手だったんだよねっていう方が結構たくさんいらっしゃって、そういった方にも、数学ってやっぱり好きだよね、楽しいよねっていうところも、あの、合わせて皆さんに実感していただけるような数学を伝えていきたいなと思いました。 あの精神実践学館のまあ教育の中でその分離融合だとか異分野融合っていうところをまあ前面にです、ね、私たち打ち出してはいるんですが例えばあの篠崎さんが大学院の中で生活をする中で例えば授業を受ける中でもいいですけれどもその異分野融合を意識して したするような瞬間があったり例えばあ何かこう自分の数学の研究に役に立つような別の分野の、えー、学びがあったらああご紹介いただけたらと思いますはいそうですねあのまずその数学力を明確化するときにやっぱり理系の学部だとやっぱりその数学の今までの歴史であったりとかその数学の なんていうんですか方向だけで考えていってしまうような気がするんですけれども、あの、まずそのご提案いただいたのが、その内閣府が出している科学技術イノベーション基本計画を読み解くみたいな、なんかこう、両方の文系的な文系を読み解く方と理系的なそのアプローチと、両方の方向性から数学力をまず考えていくっていうところが、私としては一つあ、あそうかっていうちょっと驚きのところでした。で、その、 基本計画を読み解く際に授業の中で、えっ、ー、とですね、人間学通論っていう学科共通科目があるんですけれども、はい、その中で、えっ、ー、と、高齢社会と法という科目があって、科目、会ですね、ますこれあの、皆さん、先生方が、毎回違う先生方が講義してくださる講義で、えっ、ー、と、高齢社会と法という講義がありましてで、その中で、これからの問題点として、AI 社会では実は一番こう、 影響を受けるのは高齢者であるというようなお話があって、あのそういったことをあの知っておくことっていうのは、すごくその科学技術、イノベーション基本計画を読み解く上でも、すごくこう、なんていうか、前提知識としてとても役に立ちました、うんまあ、あとその、あの学館に入って教育を受けて、はい、あこんな授業があるんだっていう知った部分かなというふうに思うんですけれども。はい、この学にに入る前には あのまあ、こんなイメージを持ってたんだけど、入った後実は違ったんだよねって、なんかそういうことでありますか <laughs> そうですね、まああの、文系の科目を学ぶということが初めてだったので、ほぼ、まあ、あの大学時代は一般教養的なものは少し学んだ記憶はあるんですけれども、大学って、えー、文系の科目を学ぶということがもう本当に初めてだったので、ちょっと不安はあったんですけれども。 社会人大学院生のすごくいいところだと思うんですが学んだことをすぐこう仕事に生かしていくことがそのままできるんですね。なので、えーとまあ、直接研究に関係ない科目でも学んだことがもう直接的にも次の時の仕事に生かせるみたいなことがたくさんあってそこはやっぱりちょっと入る前に想像していたものとは違う効用というかあのメリットでした。うん 茨城先生、その社会人の学生をです、ねまあ、指導する際に、社会人ではない普通、あの一般の,その学生と、まあ、なんかその指導する上でこで違う部分だとか、また、例えば茨城先生が気をつけておられる点とか、なんかそういうのはあるんですかうん、えー、そうですね、やっぱ一番は時間ですね、時間の調整があの必要かなというところと、 まあ、あとは、その、今おっしゃったように、もう仕事しながらなので、まあ、なるべく、その、あの、まあ、他の学生がこう生きないっていうわけではないですけども、まあ、なるべく今の仕事に直結するような形のアドバイスが与えられたらなというふうには思っています。うんうん、まあ、特にいろいろ伝える、数学を伝える仕事をされているので、まあ、そういう時に、こう、まあ、あの。 中論とは違うところでもまあちょっとお話したりとか、まあ、そんな形でゼミの中でいろいろつながれればいいかなというふうには思っています、うん、茨城先生の専門はだから数学なので、<あ>茨城先生のこうゼミの中では、その数学の、うん、専門の部分の話ということになるんでしょうかね。えっといや私私ののゼミであの多分私の数学を ちょ,ちょうど今、ちょっと大学院生、先進2生の1年生にちょ,ちょうどあの専門でやりたいという子が入ってきて、まあ、その子は私の専門の数学をやっているんですけれども、まあ、あの4年生と交えて一緒に全部やっているので、まあ、初めて学部生に僕の専門の授業を見せているような形で、まあ、みんな大変驚いています、ね、うん、<laughs> そんなことやらされるの,ででこんななのかて。と <laughs> あでゼミあの、まあ、ちょっと話、ずれますけど、まあ、通常のゼミとかだと、やっぱ数学教育とかなので、もう学生が自分であの興味あることを持ってきて調べさせて、発表させてという形なので、ま,あ、まさにあの例えば数学って、篠崎さんが数学でもこうゴリゴリの数学やりたいんじゃなくてとかいう形で言うと、まあ、数学っていってもいろんな視点からものが見えると思うんですよね。 まあ、いわゆる皆さんがイメージしているのが、もう理学部の数学科みたいに、ゴリゴリって数学をやるところで、まああの、例えば篠崎さんはそういういろんな伝えることをやりたい、であの教育学部だと、それを、まあ、児童、生徒に伝えるっていうところですよねあの、そういうところに特化した形の。ですので、あのえ専門ではあまりそういうことをやっていないので、まあ、むしろ、えー、と教育学部でやっているところが、そのまま生きている感じではありますね。 鈴木先生、ね、教育の分野っていうのも、まあ、学校の先生されてたので、えー、異分野っていうよりはご自身の,そのフィールドの一部だとは思うんですけれども、まあ、その教育学部の先生されてる茨城先生のとこで、えー、数学を教育学部の学生とも,とも関わりながら、まあ、勉強できるっていうのは一つ大きな利点になっているって考えてもいいですか あそうですね、もちろんあの学校教育を無視することはできないので、学校教育を皆さん受けてきた上で、私が今、伝えたいものがあったりするわけなので、そこは本当にあの皆さんと交流したりとか、茨城先生に教えていただくことは、すすごく役に立っています、うんまあ、そんな篠崎さんが、ですね異分野融合をまあ目指す先進実践学科で学んでいるんですけれども、篠崎さんの,そのお仕事とか、 お仕事ですね数学を生かした仕事での中において異分野融合っていうのは、まあ、まあどの程度のこうウェイトを占めるのか重要度とかもしくはそれをこう、うん、異分野融合をすることであのご自身の仕事がこんなふうに変わるとか膨らむとかなんかそういう何かご意見でありますか そうですね。<laughs> まあ、なんだろう、異分野融合というか、もともと私の仕事自体も、アナウンサーの仕事自体も、分野的には異分がいや融合かなという <laughs> 感じなんですね、もともと。まあ、インタビューするお仕事にしても、まあ、文系の方もいらっしゃいますし、もちろん理系の方もいらっしゃいますし、まあ、そんな中で、 私自身が文系、立系両方、バランスよく、いろんな知識を持っているということが、やっぱりそういったあの皆さんと関わる上でも、すごく、んていうんだろうな、お話を一緒にこう合わせたりすることもできますし、またその数学を伝えていく上でも、数学だけしか知らないということよりも、 とというこさまざまな分野を知っていてその上で数学の位置づけであるとか数学とのつながりっていうものを伝えていけるっていうことがすごく私は大切だと思うのでもう本当に異分野融合分離融合っていうのはもうこれからの時代絶対に必要なものだと思っています、うんでまあ、最終的にはソサイティー5.0の、まあ、社会に貢献できるというようなことですかね。 はい、岩崎先生は、まあ、あのそういう意欲のある、まあ、社会人の学生今ご指導中だけどですけれども、うんとまあ、そういう風な意欲を持って入ってくる方々を、まあ、指導をするでそういう方々が育っていくっていうことで、まあ、その異分野融合を成し遂げることのできる方が増えていくんだと思うんですけども、まあ、そういうことがまあ 茨城先生の、まあ、専門とする数学の分野において、何かを、えー。大きな影響を与えたりしますか。<laughs> 専門にですかね。専門であったり、分野、うん、広く数学っていう分野がありますよね。うん。まあ、えー、あの、そういう意味で言うと、こう、みんな、あの。も私も。 実はそうなんですけど、数学で自分のこう,こういうのを研究できて、自分の新しいとことを証明できてり、新しいことを発見できればそれでいいやみたいな、そういうところに興味を持って、研究者っていう人が多いと思うんですけど、まあ、あのそうではなくて、まあ、例えば大学、まあ、やっぱり大学の教員とかが多いと思う、研究者が多いと思いますので、まあ、そういう人たちが単に数学だけではなくて、もうちょっと広い目を見てあの学生を指導するような。 にに目を向けるっていいいううとが大切ななのかなというふうには思いますやっぱり私も学生の頃はあの数学を習った時にもうひたすら難しいことをガサッとこうあのやっていたのでもう高校よりも難しいようなだからそれがあ,のあんまり意味も分からずとりあえず覚えろみたいな形でやっていたところがそうではなくてどういう意味があってとかあの、まあ、どういうところに他につながっているとかあのそういうちょっとあの視野を広げて、えー、できるようになるとあのいいのかなというふうには思います。 まあそれがあの文系理系の区別なくまあ融合分離融合異分野融合を目指す先進実践学館ならばですね学内のその文系理系のまあ先生とあとは教育の資源をまあ自由に使えますのでまああのそういう意味では打ってつけな大学院のではないかなというふうにまあ思うんですがだんだんあの文系とか理系とかっていうその今 私たちがこう学問をこう2つに分けがちですけどまあ数百年前なんてもう文系だ理系だっていう学問の区別なんかなかったわけで、うん、私たちがこうなあの細かくこう細分していった結果、まあ、文系とか理系とかっていうのができてしまっただけなので、まあ、これからまたその社会全体でこう 単純に文系と理系の2つの世界で成り立っているわけじゃなくてそ,のそれらがこう交わっている部分っていうのがだんだん増えてきてますから、まあ、それに、えー、そういう点では、まあ、数学が、まあ、文系のだと思われている分野で非常に大きな、えー、意味を持ったりするっていうことはますますあのそういう場面が増えてくるんじゃないかなというふうに、まあ、思っていて、うんまあ、そういう何ていうのかね篠崎さんこう えー、ご自身のことを数学の翻訳家を目指すというふうにおっしゃっているのをどこかで見たんですけど、まあ、そういう数学の翻訳者を目指している篠崎さんだったらそういうふうに文系理系の垣根越えて数学を社会に広く、えー、皆さんに知らしめることができるそういう方になる,なるのかなというふうに思,い思ってはいるんですが合ってますか、はい はい、ありがとうございます、そうなれるように今、頑張っています、はい、<laughs> でも、もうすでにもうそういう活動されてるわけですよね。そうですね、研究しながらも、まさにその研究したことをすぐ実践して、リターンを受けてみたいな感じで、あのそれはもう本当、社会人大学院生の利点だと思うんですが、すでにそうやって、すでに活動専門、えー、となんていうか、プロとして活動をされている、まあ、篠崎さんですが、 あえて大学院に進学をして社会人学生としてこの先進実践学館で研究をして得られるものっていうのもまあまあいろいろあるかと思うんです、うん、でそういうなんかそういうものをこう得るその学館での,その学びの魅力っていうのをもう改めて篠瀬さんの口からずっとお聞かせいただければと思いますが。 はい、そうですねあの、やっぱりですね、まあ、確かに伝える活動ですとかあの、広げ、見る活動というのはしているんですけれども、そこに何も裏付けがなくて <laughs>、まあ、私の思いでただやっているというだけだったんですけれども、この先進実践学館で学ぶことによって、しっかりとその裏付けというか、こういう思いを持って自分自身はこう伝えているんだよということですとか、こういった理論があるから、ここからこう伝えられる。 伝えているんだよっていうようなあの説得力がまずこのここで学ぶことによって身につくなというふうに思っています。またあの先ほどもお話ししましたけれども文系理系様々ままな科目を学ぶことによってやっぱり知らないうちにこう人間力というかですねあの自分の中でえ知識 幅がこう広がっている、いろんな知識というか、本当に、何だろうな、いろいろ見方か、もの、うん、の見方っていうのがすごく広がっているように感じるので、えー、そこは本当に、先進実践学会に入って学んだあの、学んで得たことだと思っています。うん 茨城先生あの、社会人の学生である篠崎さんにですね、まああのまあ、いろいろと指導をしている中でお話はされているでしょうけれども特にこの学科にいる間に、まあ、こういう点はこうぜひ、えー、身につけてほし,しいですとかっていうそういうものっていうのはありますか うんまあ、具体的なものというかあの、多分おそらく社会人で入ってこられている方、今、先ほどもから話出てるんですけど、ずっと仕事に絡んだことをやられていると思うんです、うん、それを多分あのまさにキャリアアップしたり、スキルアップしたり。で 収支っていうのは2年間だけですので、まあ、これで全部答えが出るわけではないと思います、えーと。むしろここで何か具体的なこれを得るというよりも、研究の仕方であるとか考え方ですね、こうやってスキルあの研究していくんだとか、そういう研究力みたいなものを見つけてもらうと、うん、えと終了した後も、自分でじゃあまた新しいことに立ち向かうときに、まあ、そこで学んだことで自分でまたクリアできていく、もちろんあの終了してからもあのそんなにしてもらえればいいんですけども。 まあ、そうやって自分で研究できるようなこう力を身につけてほしいなとは思います。うん はいえーとまあ、篠敷さん、まあ、数学の伝道者であり,つ <laughs> ありながら、えー、なんていうんですかね、こう人,人間の力というか、人間力というのをう学ぶところというのはあの非常にいいという,こうが感想をお持ちでしたけれども、まあ、あの精神実践学科はその、えー、と篠敷さん、理系の方、理系というか、文系、まあはい、あえて言うならば理系の、はい サイドの方ですけれども、まあ、そうではなくてこう文系出身の方ででも理系の,この例えばこれから必要になるまあ数理の力であったりデータサイエンスの力だったりっていうのが、まあ、今後ソサエティ5.0の構築に非常に役に立つと思いますので、まあ、お互いそのの,の立場でこう精神実践学科をうまく使って えーまあ、ご自身のキャリアアップであったりキャリアチェンジっていうのをの場に、えー、利用していただくっていうのが、まあ、私の願いかなというふうにまあ思っています。えー、っともうこれでですねちょっと大体時間時間目いっぱいしゃべってるような感じなんですけれども、えー、っと最後にですね、えー、っとここのの画面の向こうにはあの 先進実践学館の進学をちょっと考えておられるだろう、社会人の方が聞いていると思いますので、最後に、下崎さんとそのそういう考えているであろう、社会人の方に向けて何かその一言ありましたらお願いできますかはい。 そうですね。やっぱり仕事をしながら大学院に通うっていうことは少なからず不安を感じていらっしゃる方もいるのかなというふうに思います。私自身も本当にその仕事と学問との両立って本当にできるのかなっていうふうに正直思っていました。ですけれども、やっぱり実際に入学してみると、あの、その、もちろん大変なんですけど、課題とかやったりするのは大変なんですけれども、あの、オンデマンドとかオンラインとか、その社会人にも、あの、受けやすい いう状況もありますし、またあのそれ以上にこう、得られることが多いので、え仕事もその学ぶことによって、よりこう、なんていうのかなうまく回っていったりするので、えぜひ、ね、あの研究してみたいことがある方は思い切って飛び込んでいただきたいなと思います。はい、えー、ありがとうございました。えー、っと、 この時間ですね私の雑談にお付き合いいただきましてありがとうございました篠崎さんと指導教員の茨城先生でした今日はどうもありがとうございましたありがとうございました